パパパパパイナップリン、スン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 ということで始まりました。パパパパイナップリンでございます。私がパイナップリンの斉藤孝弘と申します。よろしくお願いします。お願いします。ミナクルの森本です。またかい、またかい。どんな紹介の仕方やっぱりもう僕はまあ昔から言ってますけど、どんだけ売れても悪口はやめない。はい、それ頼むよ森本拓也も。何すか頼むよ。頼むよ、人の悪口やめないでよ。大きい声で、鳥貴族で大きい声で喋ってよ。はい、いや無理無理無理。アホみたいな大学生いっぱいおんねんから。拡散がエグいんですよ。拡散が。ブワー拡散するんです。今隣の席で、はい、誰々の悪口言ってる芸人がいるって、はい、つぶやかれて終わりだもん。もう終わりっすよ、そんな。拡散能力エグいんすか、あいつらも。いや、でもさ、今鳥貴族の話ちょろっと出たから言うけど、はいはいはい、あの、コロナの影響でさ、はい、鳥貴族が一番最初になんか全店休業したじゃん。なんかニュースにもなって、うん、はいはい。ほんであなたの年収のさ 95% 鳥貴族じゃない。いや、ほんまそうなんですよ。今どうしてんの。俺そこ気になってたのよ。でもそこはやっぱその鳥貴族のやっぱ大手なんで、うん、保証出ると。本当にバイトでも出んの。出るんすよ。パート、アルバイト、社員全員の保証出るみたいな。その、それは働かなくて出んの。そうです。だから休んでた分のシフト。めちゃめちゃいいじゃん。いや、めっちゃいいです。だから、いや、このままずっと休みのがいいじゃん。はい。いや、そうなんですよ。だから最高の形なんですよ、今。あ、はいじゃねえんだよ。いや、でもだからすごいなと思って。それは、まあ、なかなかそんなんないんじゃないですか、バイトまで。いや、ないわ。俺絶対収入減ってると思ったもん。だってそれでなんかこうクビにされてる企業とかバイトとかもいるって言うんで。いや、それで言ったら俺3月え仕事5本ぐらい飛んで、はい、うわ。斉藤さんの方がやばいんです。いや、めちゃめちゃやばい。今ウーバーイーツやってんだから。本当に、本当そうよ。マジっすか。切実だよ。うわ。いや、だから結構そのワロップに、はい、まあ、僕はね、そんなにワロップさんからお仕事めちゃめちゃもらってるわけじゃないけど、うんうん、めちゃめちゃもらってるやつとかやっぱいるんですよ。まあ、そうっすよね。そういう人とかどうしてんだろうと思って。だって今さらそんなね、また日雇いのバイトとかも、うん、そうそう、できないっすもんね。だから一応俺はそのつなぎみたいな感じでね、はい、その自転車で今逆にそのウーバーイーツ。え、ほんまやってんすか。マジやってんすか。やってるやってる。めちゃめちゃアプリ入ってるよ。マジっすか。そう、港区で自転車動いてるよ俺。すごい。いや、俺も登録してんすよ。あ、そうなんだ。一応でも一回もやったことなくて。まあね、俺もだから登録はしたけどやんなかったんだけど、はいはい、何か起きた時に収入減ったらやんなきゃとか、うわー、そう思ってたのが割と早めに来た。いや、まあね、でも今本当にウーバーイーツが人足んないらしくて。逆にね。だからうちの同居人とか逆に頼むわけよ、ウーバーイーツで。あ、はいはいはい。そうするとすいません、アサインできませんみたいな。その配達員がもういない。みんな今もう出前なんだって。まあそうですね、家出ないから。はいはいはい。だからそういう意味じゃまあ忙しいから。そっか。だから俺いつもマクドナルドの前に貼ってんもん。でこれで通知来たらマックでウーバーイーツですって言って取って。うわ、すごいっすね。そうよ。だもうね、願わくば早く収束してほしいから、前回の放送の時ああいうふうに言ったんですよ、僕は。あんまり気にしないでほしいなって。これはだって切実に被害を受けてる人間だから言っていいでしょ、だって、うん、そうですね。もちろんね、その当事者ですとかね、その気使うのは分かりますし、うん、危ない病気被害者です。うん、でも俺も被害者なんでね。いや、ほんまみんな被害者って被害者ですもんね。そう考えたら、だって仕事でも鳥貴族めっちゃいいね。いや、めっちゃいいっす。いいっす。今から俺入って保証もらえねえかな。もらえるか。もらえるか、そんなどす黒い人は。ダメ、もらえないっす、そんな。今から面接受けても取ってくんない。いや、取ってくれるか。あ、取ってくんないんだ。新しい人だね、とんね、今のこの時期に。40のおっちゃんを。でもちょっと心配してたからね。でも、はい、大丈夫ですね、そこは。うん、まあ、よかったよかった、はい。あと、あなたあれだもんね、若手芸人のくせに貯金とかするタイプだもんね。ね、そうなんです。そうなんですよじゃねえよ、マジで。いやいや、でもどういうことだよ。俺芸人始めて十うんねん、貯金なんかしたことねえよ、はい、本当に。その日暮らしのもうまさに芸人ですよ。そうですね。いや、でも今でも結構多いっすよ、やっぱり。多いんだ今の。その同期とか後輩もそうですけど、ちゃんとしてんだ。ちゃんとやっぱクリーンな人多いっす、ね。いや、だからもう古いんだよね、俺でもその考えが。もうもう最後じゃないですか、その古い世代の。多分ラスト、ラスト、ラスト侍なんですよ。いや、だって俺花子の秋山とか売れる前、はい、そのキングオブコント取る前とかやっぱよく飯とか食ってたけど、はいはいはい、
やっぱやつもお金あんまないっすって言いながらも、うん、その借金あんのっていや借金はないです、うん、貯金とかあんのっあまあちょっと蓄えありますみたいな感じだもんねいやそうですよ嘘だろうと思ってそうだから秋山さんとかは僕は見てましたからそのずっとね飯行った時とかもまあねだ後輩だからちょっと聞きづらいと思うけど金入ったらまず電話して後輩に飯行こうっておごる、はい、余ったらギャンブルする、はい、だからねもう超芸人じゃないですか絵に描いたような芸人像基本そうだからねもう俺はまあそうですけどねそうそうそうでも僕も入った時は正直そこを目指してたというかでしょうだって目指してたっていうかなんでしょうねそれが芸人像やったんですけどあなたアロハシャツ着てたもんね最初はいアロハシャツ着てて俺最初サンダルで出ましたからそれはもうだって、はい、すでに借金ある芸人のいでたちだからその日暮らしのねえいやほんまそうですだからそれで出たんですけど、うん、もう一発目にあのサダさんに怒られ、うん、はいはいあのピーピングトムの格好が汚いと、はい、そう格好が汚いもう靴だけはちゃんとせえみたいな、まあね、でその後変えたのが俺も汚いアロハシャツにピッカピカの靴だけ履いたんですもうアンバランスそういうことじゃねえと思うそういうことじゃないですよ多分全身変えろってことだったんですけどとりあえず靴だけなんとかせえって言われたからそれを鵜呑みにしてピッカピカの靴履いてっていういやでもそれ、ね、やってましたよねそのピーピングトムの、 あの元ピーピングトムのサダさんってね、はい、桑原京務ってあの渡辺コメディスクールでやっていまだに交流あるけども、はいあの人ねそれ言いたいだけなのよ正直 あの人のほら古いいわゆる六本木のショーパブとかで育った世代だから、うんまあ、厳しい、うん、上めちゃくちゃ怖い先輩のとこで育った人だから言ってるだけで、はいはい、俺会ったのが一回あの人が怒るパターンもう一個は、はい、あの舞台にあのなんていうのリハーサルの時とか座っちゃう芸人いるじゃんあ腰掛けるやつ、はいはい、それめちゃくちゃ切れるんだよねいや俺らの時も切れてましたねでしょはいどこ座ったんねんお前コロラって本当普通にさ、はい、あのパワハラするじゃんあの今の時代絶対問題になるけど普通に蹴り上げたりするから、はい、そう当時で怖って思ってたのね、はいで他まあ、後輩がその新しい後輩が入ってくるじゃない、うん、半年に一遍渡辺の養成所、はいはいはい、そのたんびに怒られてんの見てさ、うん、はあって思ってたんだけど、うん、俺ふわーってその日なんか大喜利のライブのリハーサルで飲み物飲みながらおはようございますなんつって入って、はいああまだ全然会場もできてねえなと思ってこうやって体動かして、うん、ふーって舞台の上に座っちゃったのよ俺、はい、腰掛けて、はい、で思いっきり見てたのよ佐田さん、はい、俺のことずっと、はい、20分見ながら何も言わなかったけど俺には、うん、いやまあそうっすねそうだからもう俺も途中20分経ってあ怒られるって思ったんだけど、はい全然怒んなかったからあの人なんでそこで立たないんですか斎藤さんなんで20分座り続けてんねんいや逆に怒るかなって興味持っちゃってでも言わないってことは、うん、あの人もなんかそういう新人に言いたいだけなんでそうなんか厳しいやつを、まあまあ、釘を打つじゃないですけどそのねそうそうそう出てきた釘を、まあ、だからねなんかあんまり気にする必要はないと思うんだけどねまあ、でも確かにでもそういう基礎的なことをでも今考えて教わったサダさんですね全部まあそうだよねなんか出てくるとき元気よくしろとか舞台座んなとか足掛けんなとかまあ今はためにはなってるけど、はい、ただ俺から言わせてもらうと、うん、あの人もむちゃくちゃだったから昔芸人の時もういろいろ話聞いたけど俺の日じゃないからね俺なんて可愛いもんだからマジっすかもうむちゃくちゃだからそんなやつが何言うてんねんっていう説得力一つもないだ一回その桑原さんが言ってたのがもうこれ本当にねあのオフレコだけど、はい、流れてるけどオフレコじゃないですけどね今あの女の子いっぱいと夜雑魚寝したんだけど昔よく、はい、それは女の子が喜んでるからありなんだよねって言ってたからねどういう物差しなの説得力ないわいいよねこんにちは、セミタックルと言います。お願いします。はい、じゃあ自己紹介しましょう。はい、村田、K プロ所属の村田匠っていうものです。あの、名前が村田匠っていうんで、あの、1996年5月18日ちょうどなぜか生まれたんですけど、で、それで静岡県にちょっと降り着いた。あー、で、この子の面倒見てる山田です。お願いします。どうもー！アーシングステップです。僕が元神奈川県警。某警察署地域課勤務しておりました小松です、はい、そしてこちらが土井内です、はい、経歴だけでも覚えて帰ってください、 いや俺何もねえじゃねえかお前優勝しました
涙ステッパー。声優歌手の阿部陽子とアニメ大好きワンちゃんがアニメ原発ソング、リスナーさんのツイッターリプも生放送で会話しちゃうよ。みんな聞いてね。お楽しみに。いやね、あの森本が結構このラジオ来てくれてるじゃないですか。はいはい。だなんかこうちょっとコーナーみたいなのちゃんとやろうかなと思って。ああ、普通にフリートークとかじゃなくて。なんかもうずっとフリートークじゃない？あなた来ると。まあまあそうですね。はい、まあね、こうまあ毎日会ってるような関係じゃないからやっぱり、うん、いっぱい溜まってる話はあるからさ。はいはいはい。でもやっぱラジオだからコーナーもやろうってことで。え、いいじゃないですか。ちょっと後輩のさ、それこそ芸歴がすげえ若い芸人が来た時にちょっとラジオ感味わってもらうために。やってたコーナーやるわ。なんでそういうの全部言うんですか。それ別に言わんでよくないですか。なんか言わないとちょっと恥ずかしい。ということで、楽しいですね。パパ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 パイナップルに思い出補正のコーナー。よいしょ。さあ、ということでですね、このコーナーは、うん、その、まあ、当事者、まあ、コンビだったらコンビの思い出の金銭に触れるまず問題が出ます。まあ、例えば、あなたたちコンビが、うん、俺たち組もうぜって言ったのはどの場所でしたかと。なるほど。でそれを今手元にこのあるホワイトボードに書いて、うん、同時にオープンして、一致してるしてないで一喜一憂すると。で一致してたらしてたでも話す、してなかったらしてなかったでいやどういうことだっていう話をしていくんだけど、はい、まあ、僕とあなたコンビじゃないじゃん。コンビじゃないですね。先輩と後輩ですけど、うん、大体どのぐらいですか出会って今。いやでも本当にだから僕が養成所の18の時からなんで、もう、うん、8年ぐらいかぐらいですかね。8年あればもう思い出もあるじゃないですか。あります、あります、めちゃめちゃあります。ということで、はい、思い出補正のコーナー何問かちょっとやっていこうかなと思っております。うわちょっとこれ、いやだからこれ先輩後輩でやると一つあれなのは、はいはい、俺先輩だから別に覚えてなくても、はい、なんかちょっと許される感じや、はいはい、後輩のお前はもう絶対覚えてなきゃダメなやつだからね。これだと放送終わってボコボコにされるやつするんで。いやいや、まあね、放送中は別にどっつかへんけど、そうそうそう、お前やかげにせよっていう。いや俺ボコボコにするなら放送中にやるよ。どうせなら面白いから。僕はちょっとプレッシャーかなりちょっと頼むよ。ありますけど、はい。で問題は今もう何問かありますけど、パパッと本当にランダムに出して、はい、自分も記憶が曖昧なやつ俺がね、うん、もう全然出すから、まあ、俺も合ってるとはもちろん限らない。わかりました、いきましょう。それではまず第1問、パイナップリン斉藤とミナクル森本が、泊まりがけで旅行に行ったこと何回かありますね。はい、ありますね。ね、一番最初に行った場所はどこでしょう。さあ、一番最初に行った場所、場所。ちなみに、まあ、これは話の流れで言うと俺と、花子の菊田が2人でいつも旅行してたんですよ、はい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 、昔ね、あの花子が売れる前に、うん、でそこに森本が入ってきたんだよね、はい、2人旅から3人旅になったんだけど、はい、その森本が最初入ってきた時の場所はどこだったか。うーわー、ちょっと待ってくださいね。さあ書いて。これは、うん、俺もあんまり曖昧なんだけど、ちなみにオープンする前に何回行ってんのあなた。2回ぐらい3回、3回でもそんぐらいだよ、ね、ぐらいです。2回か3回です。じゃあオープンしてみましょう。はい、それではオープン、ドン。三浦海岸、秩父。どっちだ正解。これ分かんないで。分かれへんのかい。あーでも秩父だわ。いやそうでしょ。うん、あの高砂ホルモン食ったとこだ。そうです。あのほんでもうほんま誰もいない焼肉屋みたいなとこ入って、もう夜7時半ぐらいだったらもう街灯も何もなくて、そうそうそう、タクシー全く拾えず、どの店も閉まってて、はい、でタクシーやっと捕まえてうんちゃんに聞いたんだよね。なんかやってる店、はい、美味しいとこありますかって言ったらホルモン屋みたいな連れてってくれて、そこがバカうまかったんだ。バカうまかったんですよ。そうだ、それ1回目ですよね多分。そうだね、三浦2回目だね。三浦2回目です。すっごいオーシャンビューのいい、はい、ホテル。ああ、そうです。あれ2回目です。あれ2回目。はい、ということで、森本拓也正解です。よっしゃー、ちゃんと補正したね。いやー、危なかったっすね、ちょっと。俺も三浦、俺もでも、記憶ではちょっとこっちっぽかった。いや、こっちっぽかったんだよ、ね。なんか混ざってたんですよ、記憶が。こん時に、三浦海岸。三浦の時に、なんか、菊田のツイキャスやって、で動画流したんだけど、あの菊田が酒一滴も飲めないんだよね。はい、そうなんですよ。だけど俺がこう珍しく後輩に酒を勧めない俺が、うん、いやもう旅行に来た時ぐらい飲もうよっつって、うん、
もうやだやだって言ったんだけど、もう森本も言ったんだよね、もう、うん、いやお前飲めやみたいなしかもいやその渋ってたのがほろ酔いっていう、そうそうそう、ほろ酔い渋ったよ、アルコール度数 3% のやつなんか、いやビールとかだったらまだ分かりますけど、それ、うん、ほろ酔いってジュースみたいなもん、そんでしっかり酔っ払ったしね、しっかりビールとかガンガン飲んで俺らにも顔真っ赤かなって真っ赤かなって、で動画でベロベロだったっていう、ね、俺おしぼり後半投げてましたけどね、投げたな、はい、思い出しました。いや懐かしい、まあ、とりあえず1個正解。よし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 。大丈夫ね。あ、意外とちゃんとしてる、やっぱりあなた。ありがとうございます。じゃあ次行きますか。はいはい。じゃあ次行きましょう。次2問目、働く人たちというトークライブをやって、はいはい、やってまあそれが縁でね、こうずっとつながってる、そうですそうです、メンバーいっぱいいるんですけど、うん、働く人たち第1回の時のひな壇のメンバー全員書いてください。ひな壇のメンバー全員、はい、僕は司会なんで僕は書かないでいいです。さあ書きましょう。何人だったかね、そもそもなんか座り位置とかも思い出してね、うん、あのライブ自体は俺とノラが始めようって始めたライブなのよ。はいはいはい、はい、そう、だから俺とノラは絶対入ってるんだけど、その他のメンバー、さあいけるか。俺これは自信あるね。まさしくんわかる、これわしくん見に来てくれたもんね。わしくんもちょっと曖昧、曖昧だねやっぱりな。さあいけますか。さあ終了。はいはいはい、俺これは完璧ですね。まあこれじゃないっすかね。まあ俺はあの個人個人の名前じゃなくて、こうコンビだったりしたらコンビでもしてるんで、じゃあ行きましょう、はい、オープン、ドン。僕から言いますね、はい、僕の相方の長政則、はい、平野ノラ、平野ノラ、はい、当時花子組む前の菊田と秋山のコンビのウエストミンスター、ウエストミンスター、はい、あと今もう解散してるけど、今 YouTuber のブータンが組んでたオーストラリア、ブチさんね、でミナクル森本、あ、うん、ネブヤ、うわー、じゃあということで、あれが抜けてます、あの忍さんが抜けてます。これ忍入ってたよね、確か入ってました、入ってたということで森本正解。忍のことが森本は好きじゃないってことが、違う違う、今浅い企画でピンでやってる忍、忘れられてました、うん、全部ちゃんと言うやん事務所までこれよ思い出補正の醍醐味。うそうか、忍いたよ、そうか、いたいた、てか最後までいたよ。え、いたいた、途中で抜けたり、途中で抜けたのはうちの相方だもん。あ、そうでしたっけ。そう、抜けた理由が菊田と喧嘩したっていうそうやそうよ、でその後花子組んで岡部入って一回やってんのよ。はいはい、あ、そうそうか、忍さんと長さんが、うん、こう、あ、なるほど、長さんはずっといたイメージあったんですよ。なんか長くんは最後の 1,2 回いなかったのよ。でその先に忍さんがいたんですよね。そうだね、そうか、あ、ということで残念、うわー悔しい。ミナクル森本は忍を軽視してるってことが分かった。違う違う違う、やめてくださいよ忍さん、僕大好きなんで本当にちなみにこの働く人たちの何か思い出ありますか。思い出はでもありますね、うん、あれゲストがすごい特殊やったじゃないですかね、はい、ゲストは絶対素人っていう人 で何の仕事をしてるかっていうのをこう聞いて、はい、まあ、トーク今考えてもすごい特殊なライブやったなと思うんですけど、で僕の友達が一回出たんですよ。え、そうだっけ。僕の友達あれ職業は何、あ、公務員です。職業公務員公務員、はい、すごいよね、はい、お笑いのトークライブで公務員出るんだから、はい、あのライブやっぱすごいよね。公務員が僕の友達、うん、まあね、同級生出たんですけど、うん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 、だから、あ、そうだ、あと J リーガーとかもいたね。そうですそうです、あの新聞社の方とか、はいはいはい、記者の方とか、僕の友達も出たんですけど、はいはい、その友達がちょっとやっぱ変わってたから僕もオファーしたんですけど、うん、なんかもう楽屋で差し入れのビール6本ぐらいあったんですけど、それ全部飲んだんですよ、うん、うわー、でベロンベロンの状態で出たんですよ。そんなだったっけ。でその友達もかかってて、なんかそのなんかおもろいことを言わなあかんっていうと、前日からずっと僕に電話とか。それ必要ないんだけどね。いや、そうなんですよ、だから、うん、いや、ほんまに素人として出てって言ってたんですけど、うん、いや、なんかおもろいことなんかモッサンって言われたモッサンのそのライブやからなんとかおもろいことしたいみたいなんで、うん、もうかかってもうて楽屋のビール全部飲んで出たらもうえげつないライブ覚えてないですか。いやー、もう覚えてないわ。覚えてないですか。結構多分あれあたふたみんなしてた。今聞いただけでもちょっと汗出るもん
いや地獄だったんだろうね。斉藤さんもすごい顔しました、あの時は。あ、でも懐かしいですね。懐かしいです、うん。カブロンですよ。え、じゃあどんなネタをするのかって、その答えはもちろんトランキーロー。あっせん。どうもパンダユナイテッドです。チビデブアフロとチビハゲメガネのコンビでライブとかやってるんで SNS とか見てください。あ、相方のキクちゃん緊張して人って3回書いて飲もうと多いな、人が多い、やめて、人がここで混雑。よろしくお願いします。皆様、三浦みゆきコンサーティーナの時間をお送りしております三浦みゆきです。毎週水曜日です、午後6時半から30分の7時までですね、イングリッシュコンサーティーナの音色とともに、私のお話を聞いていただいております。とっても珍しい楽器ですよ。その他にも三浦みゆきアコーディオンの時間というのも収録しておりますので、ぜひ聞かれてみてください。二つともとても素敵な音色を聞いていただけると思います。さあ、ということで、エンディングで、はいはい、まあ、思い出補正のコーナー。楽しかったですね。うん。あの、正解が一応、森本くん、まあ、二問中一問だったと。で、間違えたのが、何でしたっけ、働く人たちのメンバーに誰が入ってなかったんでしたっけ。しのぶさんです。それ言わなくていいですよ、別にその。改めて。切られちゃうかもしれないからさ、さっきの部分。いや、ちょっと、別に。流してもええけど、その、いや、もう大好きですから、しのぶさんは。あ、そうなのね。はい。もうやめてください、そういう印象をつけるのは。大好きで忘れるかな。まあいいですけどね。まあ、さあ、ということで。仏さんの方が好きでしたけど。いや、でもなんかね、こう、初めてじゃない、こういうちょっと、思い出しながら、投稿するなんていうのもね。いや、そうですね、ちょっと、頭フル回転しましたけど。いや、でもこれを、はい、なんていうんですか、急にまとめに入るんですけど、はい、嫁と一緒にやったら、うん、嫁との仲深まるんじゃないかなと思ってさ。いや、急に前の話持ってくる。急に考えるその頭の部分が変わりました。こういうのをね、嫁とやっぱり二人きりで今、はい、ほらね、家で自粛してる、そのえフリップ買ってですか、フリップ買ってさ、フリップとペンで、ペンで、いや痛いでしょ。最初大喜利から入ってさ、いや、やめて。なんで大喜利やって、はいはい、自分の奥さんが面白いこと書いたら、うん、うわめっちゃええやんこれなんて言うのから、うん、思い出補正をやりだし、で2人が出会った場所はつって一致した後ベッドインすればもう、いやいや俺笑ってもうて、俺ベッドインできないですよ。もうその1日笑ってもうて、大喜利の時からもう面白くて笑ってもうて、もうできないですよ。そんなの、そうなんです、そんなムードにならないですよ。そう、なんか絶対結婚したことないからさ俺さ。そういうもんなのかな結婚ってと思って。いや、そんなんじゃないですよ。違うか。どんな理想の結婚像やん。あ、違ったか。違いますよ。そうですか。はい、普通にやってます。まあでもね、また2週にわたって来ていただきありがとうございました。はい、いやー、楽しかったです。なんか、まあ一応告知しておきましょうか。はい、はい。ホリプロコムのライブは出るんかね、あなた。いやー、まだ未定です。全然。そもそもライブが、そっか。そうです、ないです。やんないんだもんね。はい、そうね。じゃあまあ告知も。はい。まああるとしたら、その鳥貴族、開店したときに、はい、開店って別に今その閉店してるわけじゃないんで、あ、そうなんだ、休業なんでね、こう開いたときに、はい、ツイッターとかで、うん、鳥貴族が始まりましたよって言ってくれれば僕食べに行きますんで。いや俺その俺社長じゃないですよ、そんな。俺、あ、違うの、俺バイトなんで、ただの。あ、そうなの。ただのバイト6年7年続けてだけなんで。鳥貴族でバイト6年7年やったら大体もう役員になれるでしょ。いや、なんでしょ。それなれないですよ、そんな簡単には。あ、そうか。そうです。さあ、ということでコロナ収束することを願います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。